広島カープ塾始めます。今日はですね、ちょっと坂倉選手背番号が31にもなりましたので話をしてみようかな。はい、あ、じゃあ坂倉翔吾選手、まあ、翔吾保守ですね。はい、はい、こちらあの実は石原保守の番号も引き継いでるんですが、そうですね、実は1番になる前の前田智則選手もつけていた番号なんですね。ああ51311ですか、はい、あの前田選手。そうですね、はい、なるほど、2つ目になるところですか、左バッターです。はい、相当期待されてるんでしょうね、坂倉翔吾選手。はい、期待されているとは思います。そうですよね。塾長から見てどうです、坂倉捕手、今年の活躍。もう結構活躍したなと思うんですけども。うん、今年は随分活躍できていて、実はリードはかなりいいなと。うん。リードはってことは、他が何かダメだってことですか。一番は、その、キャッチングの問題ですよね。なんかパスボールするイメージはありますよね、坂倉捕手。そうですね、まあ、確かにまだね、ショートバウンド、まあ、ああいうのはかなり練習量が必要だと思いますので、そこは、まあ、今後良くなると思うんですね、試合数ももっと経験していただければ、うん、そうではなくて、そのショートバウンドじゃないボールもかなり後ろに反らしていますので。あんま見ないですよね。坂倉翔吾選手以外で、バウンドしない、バウンドしない、弾まないボールで、パスボールってあんま見ないですよ。っていうのはあんまり見ないんですね。ここの問題が。だから取り方に問題があるんですかね。そうですね。取る瞬間に目をつぶって、まあね、素人的に見れば目をつぶってるかのような後ろの反らし方なので。そうですよね。キャッチャーを反らすと、外野が後ろに反らすのも目に当てられないですけども、キャッチャーも厳しいですよね。そうですね。そこら辺がちょっと課題が、一番のキャッチングのところに課題がああるものですから、こちらはカープもですね、実際問題、中村奨成捕手とか、石原捕手がいますので、来年坂倉捕手は多分大きな野球の岐路に立つ可能性があるんですね。なるほど。それは具体的。要は栗原選手も捕手で入ってるんですけれども、結局ファーストとかライトとか、はい、あと近藤健介日本ハムの選手とか、はい、打力もしキャッチングに時間を割いて本当にプロ、はい、まあレギュラーキャッチャー並みのまあ、キャッチングにするには、うん、打撃練習ほぼできないと思うぐらい必要だと思うんですね、練習量が。うん、はい、そうでしょうね、きっと、つらくそうでしょうね、うん。そうすると、今評価されてる打撃の評価が急落してでも守備をしなきゃいけないってことが言えるんですよね。うん、うん、でこれがいいことか悪いことかは、やっぱりフロントも、まあ、当然、フロントカープの場合はね、フロントから、まあ、監督首脳陣の首脳陣まで、はい、まあ、ある程度選手の育成って一体化してる強さがあると思うので、ここはやはり野手で打力中心であれば、コンバートも考えなきゃいけないのかなと。で、ここ一番本当4人目とか3人目とかで、まあ、例えばキャッチャー2人しか入れなくて、スタメンも入れるんですね。はい、もし坂倉翔吾選手がレフトの試合できますとか、例えばなんとかするじゃないですか、はい、そしたら大石は本当にいなくなった時とか、ファーストも守らせられると思ったら、まあ、気が楽ですよね、ベンチワークとしては。気が楽だと思うんですね。で、ここがキャッチングの練習を割いて打撃が落ちなければいいんですね、うん、正直言えば、はい、ただこれ落ちるか落ちないかは分からないんですよね。なんせ練習しないで今の打撃にしてるわけではないはずなので、今年、まあ、2019年、おととしです。あ、去年ですね。2019。はい、こちらまで、まあ、キャッチャーとしては出なかったと。まあ、どちらかというと外野が多かったんですけども、ね、50試合64打席、1ホームラン、2塁打、あ、4塁打、7打点、2割3分、出塁率2割6分6厘。今年はもう全部キャッチャーと出場したけども、81試合、2020年ですね。
228打席、15二塁打、13塁打、3ホームラン、26打点、打率が2割8分7厘、出塁率は3割4分6厘と。まあ、キャッチャー登録しても、まあ、一応数字今のところ落としてないと。ただ、パスボールとかあるんで、ここから上げようと思ったら、キャッチャーのキャッチングとしての、努力と練習を相当逆らしていけないと。そうですね。この辺どうか。ここら辺で打撃の部分での影響というのはちょっとわからないわけですね。多分キャンプでほとんど打撃練習がないぐらい守備に割かないといけないレベルではあるんですよね、キャッチングに関しては。あと当然盗塁阻止率、肩が強いという評判の割の盗塁阻止率も高くはないですから。うん、だからそうですよね。まあ、解放の石原星とか中村氏小星とかね、磯村とか磯村星とか結構いますからね、他にもね。いますので、要するに長所を伸ばすなら野手転向、栗原選手のように野手転向、転向してるわけじゃないんですよね。栗原選手もキャッチャーの練習はしてるので転向してるわけではないんですけれども、まあ、要するにソフトバンクも苦肉の策だったんですね。内川選手がいない、バレンティン選手がダメだったってことで栗原選手を使ってみたら活躍してくれたので、そこで栗原選手がチャンスをつかんだっていう面がありますので。そうですよね。栗原選手はキャッチャーか2019年ぐらいに外野手でも出だしたんですよね。そうですね。でもキャッチャーでも出ていたので。そうですね。で今年に関して2020年はキャッチャーでほとんど出てないんでしょうね、栗原氏は。結局内川選手がいなかったのでファーストで使い出したんですよね。そうですね。この外野よりもファーストが増えたんですよね。そうです。それで結局バレンティン選手もいなくなってしまったので不審で、これで外野が空いたので外野にも回ったっていう、はい、あと中村晃選手が帰ってきたので怪我から、そうするとファーストが中村晃選手で埋まりましたので、はい、結局バレンティン選手がいない分栗原選手が、まあ、外野に、はい、今年と、まあ、ファースト、外野かファーストと。そうですね。はい。で、キャッチャーも最悪守れますと。そうですね。便利だとは思うんですね。で、実際問題、栗原選手も、来年、はい、そうは言ってもソフトバンクもね、今年上林選手も不振だったから、ポジションが1個空いてただけの話なので、来年巻き返されると、それこそ、栗原選手もキャッチャーも視野に入れるとは思うんですよね。うん、なのでここら辺は坂倉選手の長所を伸ばしてやっぱり打撃を生かすんだ、やっぱり打撃が中心なんだってなった時は野手のことも考えた方がいいのかな。このパリーグ的な育成計画とかパリーグ的な考え方を前塾中にちょっといろんな形ですね、まあ、題材としてソフトバンクのことを題材にして、まあ、ジャイアンツクラブなんですけども、まあ、これセリーグとパリーグ、まあ、まあ、巨人、ソフトバンクとセリーグとパリーグと。で、パリーグ的に考え方だと、坂倉捕手は、どちらかというと短所を上げるよりも長所を伸ばすということでしょうから、まあ、どっちかというと打力中心と、外野とか、まあ、ファーストとか、まあ、そんな形で、ということが一般的だということですかね。そうですね。パリーグ的に。そうですね。はい、なので、とにかくキャン今年の、まあ、秋季キャンプはもう終わりましたけれども、来年の春のキャンプはほとんど守備に割くと、でオープン戦の打撃の結果を見て、はい、そのキャッチングがかなり上達して、まあ、シーズン入ってある程度打撃の練習ができるようであれば、多分それなりには戻せると思うんですが、やはりシーズン中、ずっとキャッチングの方の問題の課題を解決する方に割かないといけないとなると、これは打撃の結果がそれで2割台に、うん、2割の前半とかになってくるようですと、これ坂倉選手の長所を潰すというか良くないことなの で、そうですね、で肩は強いですから外野では使えるはずなんです、うん、足も速いですしね。2019年、まあ、外野手で出た時にセンター守ってませんでしたっけ？違いましたっけ？レフトじゃないですかね。レフトセンターでしたっけ、ね、レフトセンターだって。なんかレフトという記憶よりも実はセンターだったんじゃない？まあまあ、レフトがセンター守ってるということですよね。はい、
あ、そうですよね。肩が強いのは当然ですもんね。足も速いですから、足も。ただ打球の処理に戸惑いがあったなって感じなんですよね。そうでしたね。ちょっと打球の追い方がかなりやっぱり不慣れだなっていう感じは見受けられましたので、でもこちらの方が、多分解決は早いのかなと。要するにそうです、ノッカーの数が多いんですね。で、バッテリーコーチの数見れば分かると思うんですけど、1人しかいないんですね、1軍も2軍も。そうすると、その守備の練習したらバッテリーのさ、じゃあ配球のコーチ誰がやるんですか。塾長からすると、どっちがおすすめです？キャッチャーとしてキャッチングのね、技術を上げるために、まあ、2021年は打率が、その練習参加としても、もうとりあえずまあキャッチャーとして、まあ、1年できるかどうか分かりませんけど、言っといて、また2022年ぐらいから、こんなバッテリーの方を持ち帰れるというパターンと、まあ、思い切って、ダイヤコンバートというか、もう一回チャレンジしてですね、まあ、それなりに、レフトかなんかでですね、追いかけると、フライを送るリストとか、そういうのも全部つけてと。で、キャッチャーはそれなりにやれます。みたいな方法。まあ、もちろんバッティング練習、強化なんでしょうけど、どっちがいいと思います私かはまね。ずキャッチャーだと思います。ああ、キャッチャーの方ですもうか。今年1年はキャッチャーだと思います。今年、2021年です21か。年ですね。ああ。そうですね、とりあえずキャッチャーとしてやると。ただ打やる率、と。打率は落ちると。打率は落もうちる打と。撃はどうなるかわからないので、キャッチャー一本にすると。なるほど。これやっぱり相澤捕手との兼ね合いがあるということですか？まだ中村奨成捕手と石原捕手がどれくらいできるかがわからないんですよね。当然、磯村捕手はいますけれども、今のカープの使い方だと、さほど磯村捕手が出番を与えていないので。というよりも、相澤捕手と申し上げたら、相澤捕手が、例えば130でもいいですし、120でもいいですし、143でもいいですけども、9割5分ぐらい、つまり130試合とか140近くまでは出れないだろうということですよね、塾長からすると。使わないと思うんですよね。そうですよね。まあ、使わないから出れないということですよね、要するにね。体調の問題とかっていう塾長おっしゃってましたけど、そういうことですよね。そうですね、それも含めて、まあ、あとはやはり相澤捕手と石原捕手のチェンジの時とか、鞍捕手みたいに、意図的に試合数を落としますので、試合数とかイニング数を落としますので。別の収録の中で塾長の方から相澤捕手の脳震盪の問題とか、すそうごですく不安ね、だった。まあ、当然、ファーストのコンバと相澤捕手にも考えてほしいという話はしてるんですが、今回、坂倉捕手の目線ということから話していると、多分そういうふうに使っていくんでは、そうそう、例えば坂倉捕手が、まあ、どっかのタイミングで、まあ、野手の方がいいだろうと、打力を生かしましょうとなったときに、どちらにしてもその坂倉捕手に代わって、同じぐらい、まあ、キャッチャーの試合経験積ますのに、中村奨成捕手か磯村捕手か、その石原捕手、そこには使わないといけないと思いますので。そうですね。そうすると、まあ、そうですね。いろんな選択肢がありますよね。いろんな選択肢はありますけど、来季は打撃よりも坂倉捕手はとりあえず、どれぐらいキャッチングの技術、もしくは盗塁阻止率の技術。そうすると、あれですね、打順6番とか3番とか、なんかいろいろ打つよりも、2番とか打ってましたけども、8番とかの気が楽いや、でもうきるのかも8しれ番ません。に固定がいいと思うんですね。そうですよね。そうすると本人で、キもャッキチャーャッとしチてと。ャーで守備を頑張るっていうふうに決めてあげないと、多分まあ、5試合ぐらいで、大体3割ぐらい打ってるときに6番とかでいいと思うんですね。要はチャンスとかチャンスじゃなくても、打てて出塁率が高いときに関しては、技術がありますから、そんなに悪いはずはないんで、そのときは6番にいいんでしょうけれど、やっぱりその5試合ぐらいで2割とか、やっぱほとんどヒットが出てない場面は、もう8番固定で10試合ぐらいとか、もう打つまで待ってますよと。
打てなくてもいいから守ってくださいっていうメリハリはいるのかな。そうですよね。ずっと6番とか5番とか3番とか2番とかを打たせるような感じじゃなくて、原則8番と。そう、原則8番。はい、6番から7番くらい打たせるという感じですね。で、相澤捕手も8番がいいと思うんですね。そうですよね。わかりました。塾長、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。失礼いたします。失礼いたします。塾長です。登録お願いいたします。